皆様こんにちは。皆様とは実は毎年12月にお目にかかっているのではないかと思いますが、アパ振興財団、真の近現代史観の、検証論文受賞記念パーティーの冒頭で君が代を歌わせていただいております。私は何者かということをまず昨年1月に NHK ワールドで取材されたビデオ1分37秒ありますが、それをまずご覧ください。これはNHK ワールドの番組でしたので、日本国内で放映されたのではなく海外向けの番組でした。で、海外に向けて7万8000回以上再生されました。今日は私ソプラノ歌手ですので、皆様の IQ と同時に EQ にちょっと訴えかけた講演をしたいと思っております。まずいきなりですが、国家について、国家っていうことについてちょっと改めて考えようと思いまして まとめました。1番、国旗とともに国家、ネーションですね、国の象徴であること。2番、建国や独立など歴史的出来事の際に作曲される。やはり建国の際にどうしても必要で出来上がるものなので、18世紀または19世紀にその作品ができたのが集中しています。3番、愛国的な内容で主権の、存在を歌う。そうですね、やはりその国の国民であるというこの意識が一番大事だと思います。4番、特別な役割を持つ音楽。これが非常に大事なことでして、来賓への歓迎の気持ちを敬意と尊厳と品格を持って伝える。ここが一番大事なのです。なので式典の冒頭に必ず国旗掲揚して国歌を斉唱または国歌独唱ということになります。これは例えば懇親会の冒頭とかいうことでは行われません。ここが非常に大事なことです。非常にプライベートな会の中で留学生たちとともにこうお互いの国歌を歌い合うということはもちろんあることだと思いますが、オフィシャルの場所ではそういうことは守らなくてはいけません。音楽の効果は連帯感、一体感をもたらします。同じ民族だとか同じ国の国民であるというこの意識を高めることに非常に役立っています。本来はその自国の国歌を聴き歌うものであります。で、その日本人はおもてなしの心遣いで他国の国歌を歌う。ここは本当に外国の方には理解されないところなんですね。どうして雅子はこんなにたくさんの国歌を歌うのっていうふうによく外国の人には言われます。
なんですけれども、この相手が一番大事にしているもの、相手の老若男女誰でも知っている曲を心を込めて歌って差し上げたら、本当に大の大人の方が涙を流して喜ぶという経験を私はたくさんしてきています。やはりその外国人に発想がないこの日本人ならではのおもてなしの心っていうのをたくさんアピールしたのではないかと思います。国家の学びは国際理解の第一歩であり、マナーをもって大切に扱う心を育てる、このマナーということが非常にキーポイントになると思います。続いて、まず私たち日本の国歌君が代についてまずお話ししたいと思います。君が代の音楽は、明治元年1868年に明治時代が幕を開けた際に、この時にはまだ日本には国歌というものがありませんでした。その次のその君が代の歌詞は古今和歌集の読み人知らずの歌詞です。でこの歌詞は君が代は千代にあ千代にさざれしの岩を隣て苔の娘まで、これは、世界最古の歌詞です。ちなみに世界最古の曲はオランダの国歌となっています。1870年に、私たちはまず知らなければいけない人、君が代を習う過程でフェントンという方の存在をどれほどの方が日本人で知っているかっていうことは非常に疑問なんですが、明治3年、明治2年説もあるんですが、私は明治3年説をとっています。イギリスの軍楽隊の教官でした。このジョン・ウィリアム・フェントンという人が、エジンバラ公が日本に来日された際に英国の国歌を演奏する際に、じゃあ日本の国歌はといった時に、日本にはまだ国歌が存在していなかったので、大山巌さんというその薩摩、当時薩摩藩の方がどうしようフェントンさんっていうお話になりまして、それで歌詞まで新しく公募したりすることは非常に難しかったので、その琵琶の歌で蓬莱さんという名曲がありまして、これで君が代の歌詞が当時歌われてたんですね。それでこの歌詞を選んで、それにフェントンさんが作曲しました。そしてここに初代のフェントン作曲君が代が誕生しました。初代のそのフェントンの君が代というのを今ここで歌ってみたいと思います。聞いてください。君が代は千代にや千代にさざれなんか頭が混乱してくるので皆様どう思われましたでしょうか。ここのどう思われたかというのがポイントなんです。続きまして、はい、このフェントンの君が代というのは実は6年で、このメロディーはどうもキーに聞こえる中村祐経さんという、フェントンの弟子でありますし、海軍の音楽長だった方なんですね。このフェントンっていうのは私たち音楽家にとっても初めに日本に、西洋音楽をもたらした人ということで、もっと本当は注目されていい人だと思いますが、この今私が歌った君が代はどうも日本人にとってキーに聞こえるということになりまして、天皇陛下を祝する楽譜改訂の儀上申というのを提出されました。そして私たちが、現在歌っている2代目の君が代は1880年に、奥義久と読みますが、
このフェントンの弟子であって宮内省の麗人でした。の、コンペティションのような国家を作るコンクールのようなところで彼の作品が選ばれました。でこの隣の林博盛さんというのはその宮内省の麗人長として、最終的に、補作したということで、古今和歌集の歌詞そして林博盛作曲となっている場合もありますが、本当は若干21歳の奥義久が元君が代を作曲いたしました。ここで現在の国家が、1880年、明治13年ですので、ちょうど10年かかって今の君が代になりました。でその後明治26年、1893年に文部省が小学校用儀式唱歌用が、歌詞並びに楽譜といって、それを認めることを告示しまして、同時に祝日や大祭日の儀式でこの歌を歌いましょうということもこの明治26年に決まりました。そして、皆様ご存知の通り1999年その平成11年にようやく国旗国歌法が制定されまして、日本の国歌として認められるようになりました。この歌唱ポイントというのが私ならではのことだと思いますが、まずレノートから始めなくちゃいけないという決まりがあります。君が代はスタイルがある国歌ですので、そのアーティストによって高く歌ったりリズムを変えたりというのは本来は認められていない国歌です。でサザレ石のというところ、サザレ石のと、ここは切ってはいけないということに決まりになっています。そして、歌う姿勢ですが、日本国の国歌君が代の場合は京付けです。京付けが基本です。世界中の敬礼はこういう敬礼があったり、グーを当てたりパーを当てたりありますが、日本国の国歌君が代は京付けをして国旗を中止して、そうですね、国旗は高く掲揚されてますので上を向いて下を向いて歌わないっていうことが大きな特徴かと思います。よく、君が代は暗いとかいう話もありますが、心穏やかに非常に集中できる美しいメロディーであること、それで宝石のような和歌の響き、言葉の響きを持っている、そしてもう一つは非常に民族色の濃い国歌というカテゴリーに入ります。この民族色の濃いというのは、外国の方は先ほど私が歌った西洋音楽が彼ら の音調になんですけれども、この君が代は雅楽の流れを持つ、私たちは日本古謡として例えば桜桜やお江戸日本橋っていうのは普通にこう聞けるんですけれども、西洋の方は音の予測が立たないということで非常に歌うのは難しいというふうにされています。なのでこの私たちならではの音調であるということをこう誇りに思うということもあるのではないでしょうか。君が代の話になりました。あとはちょっとざっと世界の国歌を、で世界の国歌を学ばないと日本が見えてこない、世界を学ぶことで日本を振り返る、これが教育のすごく大事なことじゃないかと思います。まず英国の国歌、英国の国歌はですね、God Save the Queen というんですけれども、クイーンがもし見まかわれたとしたら、これは God Save the King というふうに変わります。歌詞の変わる国歌です。そして、カテゴリーは賛歌、国王や英雄や神や英国君主を称える、この称える歌ということになっています。でこの歌い出しのゴッドですけれども、ガッドになってはいけません。ここはすごくこだわるところなので、皆さんゴッドセーブドクイーンと呼んでください。でこの美しいメロディーは先ほどオランダが一番最古だと申し上げましたけれども、それの次ぐらいに古いメロディーです。作詞も作曲も定かではどなたがなさったか定かではありません。でこのメロディーはアメリカでもドイツ帝国プロイセンでもロシア帝国でも同じメロディーで歌詞をつけて歌われていました。現在は実はリヒテンシュタインという国はこの同じメロディーで、リヒテンシュタインの歌詞で歌われています。で次お願いします。次アメリカ、アメリカはフランシス・スコット・キーという弁護士が、マッケンリー要塞 の戦いの時に本当に一気に一晩で書いたという歌詞なんですが、この歌詞の特徴は、
クエスチョンマークありますよね。まだ見えているかとか、このクエスチョンマークのある歌詞というのはアメリカとイタリアしか私は見たことがありません。カテゴリーはやはり戦闘的な戦いを鼓舞する歌というふうになっています。でアメリカは三拍子の国家なんですけれども、非常に自由にジャズのように歌ってもロックのように歌っても構わないというふうな、国家です。続いて、はい、このフランスですね。フランスはもう各国の世界の国家のお手本と言われているぐらいの大変分かりやすい、フランス語を大学で受講したとしたら、まずフランス国歌を覚えるところから始まるというような非常に有名な曲ですが、ご覧ください、非常に恐ろしい歌詞なんです。残忍、その自分たちの子供とか妻の喉をかき切るとか、その血塗られた電波塔を踏みしめて歩けとか、なのでメロディーの魔力でニコニコして歌ってしまうと、とてもそういうことはいけないので、国歌を歌うときはよく内容を理解しましょう。はい、あともう少しですが、中国参ります。これは皆さん、非常に実はこの曲は満州事変を取り上げた抗日宣伝映画のテーマソングでした。この途中でチライという言葉と、一番最後にチェンジンっていうのがありますけれども、この全身全身皆力を合わせて立ち上がれというのの矛先はなんと日本に向かっています。これをよく理解した方がいいと思います。そして最後韓国を参りますと、このユン・チホさん、アン・イクテさんの作詞作曲ということになっていますけど、彼らは当時共産党員でしたので、国民党からは非常に迫害されていました。歌詞の始め、トンヘ、ドンヘというのはあるんですけど、これは東海という意味で、私たち日本人にとっては日本海という意味ですので、いきなりトンヘというふうになっています。ここもポイントだと思います。それでこの韓国は非常に西洋音楽になっていますので、その反民族としてのその古くからの音調ではないということは非常に論争になっているところでもあります。最後です、まとめになりますが、やはり美しい音には魂が宿る、美しい歌をこれからも歌っていきたいと思いますし、その世界の国家の成立の歴史、言語、文化、音楽の学びは自国の誇りを認識する道となると思います。で、私は江東区の69の小中学校、公立の小中学校すべてでオリンピック教育で国旗、国家を学ぶということを体験してきました。子どもたちはこういう話を聞くとものすごく喜びます。で、先生にアンケートとして最後くださると、歌い方を教わってとても良かったっていうことを書いてくださいます。こう自ら起立し、姿勢を正し、日の丸を注視し、君が代を歌う、日の丸を見て君が代を歌うという、その心を育てていきたいと思います。長くなりました。ご清聴ありがとうございました。